国内トラブルといえば思い出されるのがやっぱ大阪で失神した事件かな。大阪の若い子はなんかちょっと仕掛けてきたんだと思うんだよね。決まったと、フリーズ決まったなと。 3,2,1 TKO Dance Channel。 はい、こんにちは、スタジオフェイス宮田拓也です。アシスタントの桜井梨央奈です。このチャンネルではダンスに関するさまざまな知識を解説したり実践したりしていきます。皆様チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。宮田さんといえばトラブルじゃないですか。そうかな、わかんないけど波乱万丈な人生を送ってますから、うん、日本でのトラブルみたいなのは結構海外のトラブルを聞いてるんで、うん、国内のトラブルね。はい、まあ、国内トラブルといえば思い出されるのがやっぱ大阪で失神した事件かな。その時はね、そうね、今ほどやっぱ交流がなかったから、昔東京と大阪とかって、はい、うん、当時まだインターネットとかもそこまでなかったような時代かな。スパルタニックやる前だったから、お、うん、そうだね、まだネットもない時代だね、はい、だ現場に行かないと何も分かんないような時代でさ、うん、でその当時、まあ、知り合いの紹介で原田さんとか、マシン原田さんね、はい、原田さんとか紹介してもらったりして、まあ、それ1回見行った時にいろいろ紹介してもらって、一応知り合いになった状態で2回目行った時、はい、もう社外人になってたんだけど、で原田さんとお会いして、なんかクラブに行こうみたいな話になって、で行ったわけよ、はい、でまあちょっと軽く飲んでたのかな。そしたらなんか当時まあブレイキンはそんなに流行ってなかった、 B-boy なんかもうほとんどいないような状態で、ほとんどっていうか、まあその現場では俺と原田さんしかいないような状態で、はいはい、ヒップホップのなんかバトルみたいなサークルみたいなのが始まったわけなんですよ。はい、うん、でちょっと見に行こうって、はい、見てて、多分その大阪の若い子はなんかちょっと仕掛けてきたんだと思うんだよね。これちょっとはっきり覚えてないんだけど、はい、で原田さんも俺あの多分ね踊る気なかったと思うんだよね、その原田さんが踊ったから、その相手に、あ、これ原田さんが踊って俺踊んないといかないからさ、もうこれ踊るしかないな。サークル出て、思いっきり踊って、であのね、なんていうのかな、うちらドンキっていう子、わかる？手、こういうさ、はい、行ったり来たり、そう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 、で、こっからさ、足をさ、スパンとこう抜いて、寝た状態になる、ほー、こういうね、はい、こっから、思いっきり寝た状態になる、はいはいはい、だそれ多分確かにスワイプスっていうブレイジのこう、はい、技が、スワイプスから思いっきり上に足上げてバーンって抜いたの、でコーンと後頭部ってそのまま気絶したわけさ。ね、はい、そっからもう記憶ないわけ、おしばらく記憶ない、はい、で原田さんもね最初ねバーンって なって決まったと、こうフリーズ決まったなと、でちょっと分かんない周りの人たちがもう大丈夫かみたいになったけど、原田さんは最初いやいやこれフリーズだからみたいな言ってたんだって。でいつまでたっても上がってこねえから、よく見たら泡吹いてて、おやべえって言って、それでね、まあディスコ止まったよね、音も止まって、明かりもついて、俺がなんか連れ出されるみたいな、リアルフリーズですね。そん時だからね、一緒にいた方に迷惑かけたけど、ね、大阪の今全然付き合うのが進化君っていう友達と、当時俺が付き合った彼女と、これちょっと出せるよな、お話奥さんもいるからな。なんか原田さんとね、その当時の大阪の友達と、はい、あのまあ一緒にこう担がれるみたいな感じで出て行って、そのねなんかエレベーターのところで担がれてるシーンをちょっとだけ覚えてる。へー。でその友達の車でなんか救急病院みたいなの行って、でまあ診察を受けて、まあ何ともなかったんだけど、頭も思い切り打った気絶しただけなんだけどさ、でもとにかくね覚えてないから、で俺原田さんにね、はい、俺どうしたんですかっていう質問を何十回もしてるらしいよね。へえ。車の中で俺どうしたんですか、原田さんがいやいやこうこうこうでさ、はい、言ってさ、しばらくして、あそうですか、しばらくしてまた同じこと聞くんだって、それずっと繰り返してくる。脳震盪みたいな。そうだね、脳震盪で多分、はい、記憶が断絶して、そういう事件あったね。だからもうそれであの俺名前じゃなくて、だからその原田さんの先輩とかからもさ、はい、あれでしょ、あの気絶した子やねそういう名前で覚えられる子にさ、そういう感じだったね。インパクトありますね。原田さんの先輩にさ、あ今日宮田くんさ来てるから
え、宮田君誰？あ、あの気絶した子やなみたいなそういう感じだった。しばらく俺は気絶してクラブを止めた男としてクラブ止めたもんなみたいな。すごいな。フリーズで気絶はもうないですか？ない。いや、もうそれ以来そういうのやんなくなったな。これ危ねえなって。 あの時もね、普段からやってたムーブだから、その時初めてやったわけじゃないんだけど、多分ちょっとね、思いっきり行き過ぎちゃったんだろうね、大阪だし。張り切って原田さんの前でやっぱいいとこ見せなと思ったんだからですね。若気の歌ですね。若気でもね、多分20代後半だけどね。日本でもやってますね。皆さん、ご視聴ありがとうございました。関連情報や続きの動画については下のコメント欄にリンクが貼ってあります。皆様ぜひチェックしてください。またダンスに関する質問も受け付けております。お気軽にお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。